はい、ビタ天皇陵200メーターか、はい、行ってみましょう。イノシシが出ますか。ずいぶん何年も前ね、前方後円墳の周りを回ってたんやけどね、ここは回ることできなかったね。前方後円墳大概ね、いろんなとこ回ったんだけど、ここはどうしても回ることできなかった。で、山の上でございますからね、本当にこれが御田天皇陵かどうかというのはちょっと疑問符が残るんだけどね。最初来た時はね、この辺ずーっとやぶやったんやけどね、茅かなんかすごいことになってて、あ、今はちょっと残骸が残ったんだ、あの辺に。あんなんがね、やぶみたいになってましたからね。ほんでこういうね、笹、竹の笹がね、いっぱいあったんやけど、ずいぶん切り離したかね。骨もずーっとね、もうやぶやったからな。で、初めてちょっとあこう来て、あの横にね、祠があるんだけど、音がするんで何回してもね、なんで探すんやけど何もわからんね。ごと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 するんでね、誰かおるか思うて、誰もいなかったけど、その祠がまだ残っとるかね。これ途中まで行ったんやけどね、結局行かれない。あとで行かれない、もうちょっとだけで。はい、失礼します。今日も音がしたらおもろいけどね、ゴト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 。まあ、どっから見てもこれが前方後円墳とは見られへんもんね。いや、普通の山寮やもんな、これ。確認、結局ね、確認が取れなかったんですよ。これ、ごとごと落としたんやけどね。はい、ビタ天皇陵でございます。山の上でございますからね。はい、失礼します。これですよ、回るときにね、今日落とせへんかね。はい、これね、御田天皇の宮内じゃね、間違いないね。はい、御田天皇陵でございます。中尾陵、あ、ずいぶん開けて、前もう中見えなかったんな。全部中見えませんか。ここ中入ろう思ってね、そこまで行ったらゴタゴタゴタ音するからさ、落とせへんけど、あまりにも落とすからびっくりしてね。あの先まで入ってんやけどね、で出て、あの裏からまた入り直したけど、行かないかったね、途中でね。はい、ありがとうございます。前方後円墳でございます。ね、ちょっと横回してくれたね、回らせてくれたら分かんないけどね、前方後円墳が確認取れてない量で、これだけかな、ほとんど確認取れてるんだけどね、ここだけは取れてません、いまだに。ちょっと横はどうやろう。あそこが後墳の、あ、おマウンド見えるね。おお、見える見える、初めて見えたんだ、あれな。これ行かれへんからな。
そう、マウント見えんだよ、あそこに俺。全くね、中入らんことには形はね、確認取れないんだけどね。ほんで、あの裏から行こう思ったらね、コト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 であの音にビビって帰ってもらったんだけどね。ちょっとやっぱり分からんな。お、中のあのマウンドが見えるの初めてちゃうかな。いつもね、夏が多かったんでね、来てんの、この辺はね。夏が秋がね。はい、ありがとうございました。帰りましょう。イノシシがおりますか。ここね、横を回りたいけどね、ほんまに回れない。ここね、横回りたいけどね、回れないんですよね。入れないもんね。ただ、山の量、山量だな。こんな感じや。管理されてないんかね、これね。もう草ぼうぼうだけど。おう。はい、ビタ天道寮でございました。前方後円墳ですけどね、未だに確認が取れてませんけど、ありがとうございました。